皆さんどうも、こう見えです。大ペナをねやっていきたいと思います。まあというのもリスナーの人がね、俺のことを忠実に再現してくれた選手をこのように作ってきてくれたんですよ。はい、こう見えね、超ポテンシャル型の選手なんですけど、贅沢を言うんだったらそうだな、走力と肩をもうちょい強くしてほしかったな。まあ俺ね、結構ディレイの選手になった経験があるんで昔、まあ走力は A か B ぐらいあってもいいかなと。で、肩もね、キャッチャーやってたから D は欲しかったかな。まあいいや、これでちょっと回していこうかなと思います。エラーと併殺ついてんのはね、ちょっと気に食わないんだけど、まあいつもやらかしてることなんで、ちょ待って、飲みの心臓とかついてんだけど。まあ今回はね、野手として運用していくんで、ここら辺はそんな関係ないと思いますけど。お、人気者がついてますね。これはね、もう絶対つけなきゃあかん特殊能力なんでね。これはそりゃそうよ。俺人気者だからさ。というわけで今回は千葉で入団させて、まあドラフトで、1年目のドラフトで、こいつを取ろうかなと思います。はい。それでは始めます。はい、というわけでドラフトがね始まりましたよ。それではこう見えをね取っていこうかなと思います。ちなみにこう見え25歳なんですよね。なぜかというと俺が25歳だからなんだけど、あ、でも他に25歳の選手いるじゃん。まあそこそこ年いってますからね、大器晩成型にはならないと思うけど、かなり早熟だと思うけど、俺はね取っていくよ。こう見えをなんか他の球団でも取ったりしないかな。うわ、単独指名だ。お前らこいつらのこと取んなくても後悔すんなよ。マジでいい選手になるからな、この超ポテンシャル型選手はよ。よし、とりあえず高見栄を手に入れることができたんでね、このまま進めてみようかなと思います。それでは記念すべき高見栄の1年目をね回していこうかなと思います。まあ即戦力としてね入団してきたんで、まあ開幕一軍としてね登録しといたんですけど、まあ彼ならねロッテを世界一じゃねえ、間違えた、日本一にね導くことができると思いますんで、ちょっと皆さん期待しといてください。じゃあやっていきますわ。というわけで、高見栄のプロ野球人生1年目が終了したんで、ご報告したいと思います。チームは残念ながら6位で終わってしまったんですけども、なんと新人王をね、獲得しました。まあ、25歳といえど、新人で20本ホームランをね、打ったらね、大したもんでしょう。これは新たな和製大砲の誕生を予感させてくれますね。まあ、いいところもあれば悪いところもあるって感じですかね。盗塁の成功率の低さと得点圏打率のこの低さよ。ちょっともうちょい高めてほしいところですね。あとバントゼロね。フォアザチームの精神を全く感じさせないこの成績よ。意外だったのが、エラーの数が少なかったっていうところですかね。こいつめちゃくちゃ守備下手くそなんですけど、同じチームメイトの同じポジションの荻野は、10回ぐらいエラーしてんのに、この選手は3回しかしてなかったですね。まあ成果を出せた1年目ではありましたけど、課題の残る1年目で終わりましたね。ちなみに年俸なんですけど、1500万から8900万に上がってますね。いや、めちゃくちゃ太っ腹じゃねえロッテ。これはめちゃくちゃ期待されてますね、こう見え。てかロッテこんなに金あんのかってちょっと思っちゃいましたね。それでは2年目の方をね見ていきましょうか。まあチームの方はね2年連続最下位ということで、まあ、成績は全体的に上昇はしているんですけど、いくつかワースト記録を残しておりまして、併殺が15個ワーストで、まあバントは去年もゼロだったんで仕方ないんですけど、まさか犠牲フライもゼロだとはな。こいつ本当に自分のことしか考えてねえじゃん。まあ成績から言うと2年目のジンクスは感じずにいいシーズンを送れたんじゃないですかね。年俸の方はですね、8900万から1億1000万に上がってましたね。いやー、2年目にして早くも1億の大台を達成するとは、こいつ絶対天狗になるよ。それでは3年目の方をね、見ていきましょうか。チームの方はまたもや最下位に沈んでしまいまして、これで3年連続最下位ですよ。どうなってんねん。もう暗黒期の象徴となりつつあるやん。あとそろそろタイトルが欲しいところですね。打撃タイトル今んとこ取れてないんで。で、このシーズンオフに監督の入れ替え、コーチの入れ替え、もう補強だとかね結構行ってきたんで、来年こそは高見栄の力も合わさっていい順位が取れるんじゃないかなと期待しておきましょう。年俸の方は現状維持でしたね。
いやー、こっから上がることがあるんでしょうかね。4年目の方を見ていきましょうか。チームの方は5位ということで、ようやく4年目にして初の最下位脱出を経験した小宮。はい、このシーズンは怪我をしたということもありまして、去年に比べると試合数が少なくなってますね。そしてここから走力の衰えが見え始めて、盗塁の数がね少なくなってますね。毎年2桁前後してた小宮なんですけど、このシーズンは2しかしてないですね。年俸の方はと言いますと、プロ野球人生初めての金額ダウンを味わってますね。5年目です。チームは低迷してしまい、またもや最下位に陥ってしまいます。しかしなんとこのシーズン初めての打撃タイトル本塁打王を獲得することができました。新人の時から5年連続ホームラン20本以上打ってるのはなんやかんやすごいですね。過去のロッテを遡っても、日本人でこれだけ安定してホームランを打ててる選手ってのはね、なかなかいないんじゃないですかね。まあともあれ、次こそは A クラスをね目指したいですね。せめて気になる年俸なんですけど、8200万から1億8000万にグレードアップしてましたね。約1億の倍増でございます。まあ次は2億の大台に到達したいところですね。6年目見ていきましょう。チームはまたもや最下位。そして相変わらずバントはゼロ。本人は自分の成績にもう満足している感じに見えますね。もうここまで来るとチームの順位にね、そろそろ興味がなくなりそうですね。年俸の方はというと、1億8000万から1億3000万に落ちてますね。これを機にこう見えばモチベーションが低下してしまいます。ベストナイン取ってますからね、この年。仮にも7年目です。こう見えは自分がどう頑張っても無理だと気づき、練習をサボるようになってしまいます。その結果成績は大幅に低下。彼が支えてきたチームの順位は言うまでもない。しかし過去のパフォーマンス、性格のおかげもあり、未だオールスターのファン投票では高い投票率を誇る。年俸に関してはもちろん下げられます。1億3000万から9700万円に減少してしまいます。8年目です。規定打席に到達するも、モチベーションの低下のせいか成績は大幅に低下。多くの打撃部門にて自身のワースト記録を更新します。本人曰く適当に稼いで野球人生を終わろうと言っています。なおこの頃から同じポジションにライバルが増え、試合数が減少。しかしファンからの人気は未だ健在。年俸は以下の通り。9年目にして初の規定打席未到達。この年から3人目となる新しい監督に代わり、若手を積極起用する方針になり、試合数がさらに減少。そのことで監督を非難し、オフシーズン話題に取り上げられた。10年目、2年連続規定打席未到達。シーズン序盤結果を出すも怪我をしてしまい2軍落ちを経験。後半戦に戻ってくるも、若手が活躍していることもあり、代打での出番が増える。シーズン終盤、チームメイトを非難したことにより、ファンからの信用もガタ落ちすることになる。チームは皮肉にも、小宮在籍期間中で初めての4位を経験。A クラスも夢じゃなくなってきた。11年目、代打出場から始まったシーズンだが、レギュラーが途中故障してしまい、その代役で出番が増える。しかし、バントサイン無視、併殺が多いことから監督、チームメイトの反感を買ってしまう。この頃からファンからも罵倒されることがあり、ファンとの口喧嘩はもはや醍醐味になりつつある。チームは自身在籍期間中で初めての A クラス入りを果たす。12年目、オープン戦から成績は絶好調。その勢いから久々の開幕一軍入りを果たす。このシーズン前半、勝負強い打撃でチームに貢献する。しかし、前半戦の途中で大怪我をしてしまい、後半戦を棒に振る。年齢も気づけば37。この頃から野球が怖いとぼやき始める。13年目、チームは途中怪我人続出。
そのため控えの孔明にやむなく出場させる。シーズン中にフライを打った後走らない、今のロッテが弱いのは俺のせいじゃない発言により物議を醸し、またもや反感を買ってしまう。順位は3年ぶりの B クラスで終わってしまう。14年目、この年ロッテは5年ぶりに再開。成績不振ながらも試合出場している孔明はファンたちに不信感を抱かれるようになった。シーズン終了後、チームメイトを脅し試合数を増やしていたことが発覚。孔明はこれを機にやむなく引退。最後に、おめえらがソフトバンクに勝てねえからだろうがよ、と捨て台詞を吐く。